町田警部です。今日は最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。
ということで、皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。よっしゃ元気いっぱいだ。ということでね、あ、いいよギター準備して。はい、ですね、久しぶりにキューブとしては、国内に戻ってまいりました。はい。というかクロスロードにですね。はい。ですね、実はですね、僕たちキューブという名前のユニットで3年ぐらい前にこちらに来させていただいたんですが、まあ、その後ね、はい、さっき信川さんと僕お話ししましたけども、はい、まあ、1回2回か。とメンバーチェンジいたしまして、このメンバーでライブをするのは実はですね今日が初めてなんですよ。はい。まあね、どうでしょうね。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。まあ、これまでキューブを応援してくださっていらっしゃる方もちらほらちょっと見えますけども、はい、どう、新しいのどうですか。最高みたいな。最高みたいな、なんとなくいい感じみたいですね。まあ、実はですね、本当に実はというか、はい、まあ、とにかく今日はこれまでのキューブとはメンバー変わったんで、はい、新しいキューブの形っていうのを見せれたらいいなと思って、はい、今日は初めて生音でですね皆さんに1曲聴いていただこうかなと。で、これまでですね僕たちキューブという、まあ、さっき紹介していただいた ID キューブというアルバムがありまして、それらの中に一類という曲が入ってます。はい。でそれをですね、まあ、これまでは実際に音があって、でそれに僕たちが振り付けを踊りながら歌ってたわけなんですが、はい、今日はですね、純平くん、彼ですね、彼のギターの音のみでアコースティックバージョンですね、はい、聴いていただこうかなと思います。はい、準備はどうですか。おいす、いいですか。いいです。はい、いいみたいなんで、じゃあ早速聴いてほしいなと思います。じゃあ新しいキューブで歌います。一人。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日のライブですね、唯一の、まあ、オリジナル曲、はい、ということになりますね。まあ、今の1曲でもしかしたらその、まあ、キューブをご存知だった方はですね、ちょっとあ変わったなっていうのに気づけてもらえたんじゃないかなと。はい、まあ、純平君とあみちゃんは今日のライブが初めてなわけですけども、はい、初めてですね。どうですか？いや、楽しいです。楽しいですね。いろんな人に来てもらって。そうですよね、こうやって、はい、ありがとうございます、まあ、はい、ありがとうございます。もうぶっちゃけ僕たちのこと初めて見る方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、はい、がわざわざ足を止めていただいてね、はい、もう見てくださっていると、はい、はい、もう終わりまで見ていってください。大本気には。あの、楽しい、楽しい、うん、楽しい。あの、もっとさ、あの、みんなにもそうだけど俺たちにも笑顔をくれ。しょっぱいな。まあ今日はですね、まあ、せっかく、まあ、小倉まで北九州まで来たわけですから、はい、まあ、今日この後にですね、もう一回3時から、ライブがありますので、まあ、そちらの方も ぜひ見ていただいて、純平くんのしょっぱい笑顔を記憶に収めて帰ってほしいなと思います。じゃあですね、残り2曲最後までぶっ続けでいきたいと思うわけですが、はい、まあ、次の曲はですね、皆さんの協力なしには歌い出すことはできません。そうです。乗っていただかないと。ノリノリでお願いします。あの、水色のジャンパー着たお姉さんたちの仕事と思ってぜひ拍手をお願いします。上司に怒られた僕が後から頭を下げます。あ、もっと欲しいな。はい、ライクみなヘビローテーションやめるよ、聞きなこのステレオ夢見よ、津田ビーチを皆様テレビよ、はい、ライクみなヘビローテーションやめるよ、聞きなこのステレオ夢見よ、津田ビーチを皆様テレビよ、はい、ライクみなヘビローテーションやめるよ、聞きなこのステレオ夢見よ、津田ビーチを皆様テレビよ、はい、ライクみなヘビローテーション夢見よ、君などのセリを夢見よ、津田ビーチを皆さんも旅よ。Oh, God.
に変わり果てた自分見つめる鏡目覚ましただちに歩んできた泥道またぎ前向きにやられた大手すがらドリーム残す片身で大変証し続けてくぜメリハリアラーマテリトリーやっと派手さ隠してるか明日アリーライだけ駆け込んだ戻ったオープンエリア現在ももうしごうくないロッカーセットピザ AM 朝方届けるなんだか超学校らしい全てレベルなもの訂正がロッカーこさえるスペースストレスダメだつも AKAKこの後もイベントを続けますんで、ここで楽しんでいてくださいね。どうもありがとうございました。